はじめにお知らせがございます今の個別指導の割引価格は今日の24時までとなります明日になってしまうと値上げになりますんでその点ご了承ください今から理解学習を行えば次の試験で合格していただける自信ございますんで一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問をどうぞ はい、えー。それでは11月10日の3問に入っていきます。A は B 所有の高土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず、C と高土地の売買契約を締結した。B が C に対し、A は高土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、 A に高土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは BC 間の本件売買契約は有効となる。まるかばつかという問題です。一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては B が本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。 B 本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。で、B が C に対して、A はー土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。 つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる、○か×かという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については、えっと、ちょっと個別指導でお伝えする流れになるんですけれども、売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね、A は公土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。 これ代理権授与の表示という内容で、これ表見代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表見代理の話だ。表見代理の内容を使えば、ルールを使えばこれ解けるんじゃないかと考えて、表見代理の場合っていうのは、相手方が善意無過失の場合に表見代理が成立するんですね。で、表見代理が成立すると契約が有効になるっていう流れになるんですよ。 で今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失。ってことは、相手方は全員無過失ではないわけなので、表見代理は成立しない。表見代理が成立しないから BC 間の契約は有効ではないという流れになります。だから答えはバツなんですねで。まず覚える部分で言うと、表見代理が成立する要件として、相手方は全員無過失。このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、 これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまりまあ、ここ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと表現代理というものを理解する必要があるんですね。で、理解ができたら類代も解けるようになるんです。つまり表現代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただちょっと今回はそこまでちょっとお伝えすると長くなりますので、まあ、この問題の具体的な解説についてはちょっと個別指導の受さんのみお伝えいたします。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらから内容をぜひご確認くださいで、問い2ですね、監督処分です国土交通大臣にえ、宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し、取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある、ルか×かという問題ですね。 で答えは丸です。あの指処分を受けることはあります。でえ、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは、免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで、託研業を営むことができます。まずこれは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言っているかっていうと、信託会社は、免許に関する託研業法の規定は適用されないことを意味しているんですね。 これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり、免許に関するルールが適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取消処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも2つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題はこの2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取消処分以外の監督処分。 まあ、例えば、指、ま、示、あ、処分とか業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様適用されるんです。つまり、今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは、丸になるということです。で、今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、3つのポイント、ちゃんと頭に入れておきましょう。そして、まだ途中なんですけれども、まだチャンネル登録していない方は、ぜひ今、チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。 で3番目です。国土利用計画法。A が所有する市街化区域に所在する面積5000平米の一段の土地を分割して1,500平米を B に3,500平米を C に売却する契約を A がそれぞれ B および C と締結した場合 B は事後届出を行う必要はないが C は事後届出を行う必要がある丸か×かという問題ですね。 まず一打の土地っていうのはひとまとまりの土地だというふうにお考えください。で、これ分割して b に1 5 0 0平米売って C には3500平米売ったって話ですよね。で、売り主は A さん、買い主は B と C という状況です。で、事後届けでが必要となる土地取引の面積っていうのは市街化区域では2000平米以上ですよね。 で、この場合、権利取得者、つまり飼い主は、事後届け出を行う必要があるわけなんですけども、この要件を満たしているのは C ですよね。B さんっていうのは、この要件満たしてないですよね。C さんは2000平米以上ですよね。3500平米だから2000平米以上。B さんは1500平米なので2000平米未満。従って B は届け出不要。一方 C は届け出が必要。ということです。従ってここに書いてある通りですよね。 B は事後届け出を行う必要はないが C は事後届け出を行う必要があるつまりこれは丸だということになります、まあ、基本問題なんでしっかり頭に入れておきましょう、まあ、今回はねあの表現代理が一番重要な部分なんで表現代理ちゃんと理解したいっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います、まあ、こういった理解の積み重ねが、まあ、合格力をつけることになりますので、まあ、表現代理だけではなくてもういろんな部分をねぜひ理解していただければと思っておりますそしてはじめにもお伝えをした通り 個別指導は今日の夜中の24時をもって値上げとなってしまいます明日になると値上げになりますのでぜひお早めにお申し込みください今からであれば次の試験であなたに合格していただける自信がありますので一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導の内容はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからお申し込みくださいあなたの受講をお待ちしております合格目指して一緒に頑張っていきましょう